岡部氏は日本の氏族の一つ。飛鳥時代の小野の妹子の子孫で、小野高村の末裔、井の又島の井の又忠兼から始まる。平安時代に岡部忠綱が武蔵国半沢軍岡部の付近を領有したのが始まりと言われる。平安時代末期から鎌倉時代にかけて、岡部忠清が源の頼朝に従い、平家滅亡後は御家人として、 欧州藤原氏征伐に従軍した。室町時代では、足利氏に仕え、足利元氏以降は、鎌倉久保の配下にあり、影響の乱の際には、岡部影澄が、足利持氏と共に自害している。戦国時代には、岡部忠秀とこの岡部忠義、孫の岡部義正は、後北条氏の家臣、松田康秀の配下になる。豊臣政権下では、 吉政が1593年以降は徳川氏に仕え、関ヶ原の戦いや大阪の陣に従軍している。江戸時代に入り、吉政が関ヶ原の戦いや大阪の陣の功により1500国の治療を与えられ、徳川家の旗本として残り、その際、弟の忠房と正次もそれぞれ旗本として続いた。小野高村、歩行、忠則、 吉村。忠時。時中。次期。高安。井の又地氏、横山義高。次藩、忠兼、岡部忠綱正家忠元。行忠正行元綱忠家。忠氏清行、後半綱。広住中期、影澄半校。高清正直忠時影村。信澄補充。 総員、中足、中帝、忠広、忠影、影住、忠国、のりずみ、陰中、忠高、大中、忠秀、忠義、忠義吉正忠房正嗣、ありがとうございます。